スポーツの中で一番人口が多いのがバスケットなんだそうですね。えー、バスケットというのは野球場だとかあゴルフのように大きな場所を使わなくても、えー、できるわけです。そして今のストリートバスケットっていうのは一つのゴールに3人対3人で、えー、同じ、えー、ゴールにボールを入れるわけですね。このようなストリートバスケットで えー、子どもの頃から遊ぶことによって、えー、将来はスポーツ選手になってもいいわけですねですから駐車場に、えーえー、場所を作ってそしてゴールさえ置いてあればそれがあ3面から4面あったらあとても賑やかになると思いますけど例えばあ30分で交代、えー、していくようなことをすれば。 チームができる。3人のチームの中には、例えばシニアの人、65歳ぐらいの以上の人を1人入れるとか、もしくは女性を1人入れるとかっていう組み合わせ方もあってもいいかと思います。その辺はそれぞれの商店街で工夫をしていただいたチーム作りみたいなものがあってはどうでしょうか。例えば、 土曜日とか日曜日の何時から何時まではストリートバスケットの練習ができます。そして大会ができます。えー、30分交代ですよっていうような仕切り方もあると思います。でそのようなあ集客できるようなアイディアはあたくさん、えー、皆さんの頭の中にもあると思いますけど、その中で一つでも二つでも何かあオリジナルな サービスを地域でされたらいかがでしょうか